間ぶり。あったけど女子会するって呼び出されたんですけど、女子会で女子会しますってあるよね、よそ見してるとチャンスって。あ、シルバーだよ。よーし、10ラウンドゲットです。まあでもどれにしても結構弱いから。あ、でもロゴーチャーって激アツ。お、またコラだ、嬉しい。またコラだったんだ、嬉しいな。これマジもう最後まで行って絶頂まで行ってほしい、なんたら。じゃあまあ自腹になっちゃいますが、はい、ホテル女子会行きましょう、はい、行きましょう、はい、はい、楽しみましょう、はい。でもじゃあ早速お酒を入れてもらって。あ、そうですね、そう飲みたい。嫌なことを全部忘れましょう。ではいただきます。シュワシュワするやつ。おー、やった。シャンパンでーす。ポンってなる。ポンってポンなんないよ。あー、よかった。ちょっとコルクじゃないからね。まあまあまあ、危ないから。危ない危ない危ない。そう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 、はい、オンジュールだこれ。昔働いてたキャバクラで、うん、サービスで出してた。継がれたらもう 何枚も取られちゃう。いやいや、まあまあまあ、どうぞどうぞ。プロプロが。てかグラスでかっ。本当だ、はい、でかっ。本当だ、ありがとうございます。あれ、塩姉さんお酒強いんでしたっけ。いや、すごく弱い。あ、すごく弱い。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 弱いけどめちゃめちゃ飲むみたいな。めちゃめちゃ飲まないけど、弱いけど好き。あー、一番いい。それでは早速、はい、3人の実践結果と出会いに乾杯。乾杯。お疲れ様です。うんうんうん、あ、幸せ。仕事終わりに、顎の痛みも忘れられそうです。あ、どうしたの。うん、え、切ったの。転んで切った。いや、なんか生きててあんまりね、なかなかってことないけど、絶対お酒飲んでたでしょ。いや、飲んではいたんだけど、うん、飲んでてさ、別普通に酔っ払ってたんだったら全然諦めつくんだけど、うん、全然酔っ払ってないのよ、うん、4杯しか飲んでないの。まあ、でもそのハイボールハイボールハイボール。ああ、じゃあ大丈夫。全然だよ。大丈夫大丈夫。そんなもんじゃ酔わないから、うん、そうで、もう床が油まみれで、あー、すってんころりすった。ズルンガンチードバー4杯に飲みました。4杯ってまあまあだよね。酔っ払っちゃったらほら、やっぱ一番やばい。いやいやいや。いやいやいや。誰が来た。いやいやいや。誰が言う。誰が誰が誰が。誰がまあまあまあ、それはまあ、おいおい。おいおい、おいおい。おいおいなの。すごい来ましたよ。すごい。やば。すごい、やばい。ハニートースト。すごい。味も何種類かあるのかな。すごい。いただきましょう。まあまあ、お金は私が払うんで。いいんですか。いいんですか。とか。いいんですか。いいんですか。いやいや。本当に払わせることになっちゃう。ティッシュください。はい、私はあんまりわかんないから、2人の方が多分必勝本系は多分ね、飲まない。あ、でもそうかも、多いかも。あんまり飲むイメージない、みんな、うん、だから多分私の知ってる人とかだとみんな強くないから、でも逆に誰だと思います、その、強いなって思う。でもそのイメージは2人もだし、あとリッキーさん、うん、あー、やっぱ香里ちゃんね、うん、はイメージあるけど、でも誰が強いって言われたら、そうなんですよ、強いの定義がわからない。じゃあ、うん、いっぱい飲むのは量、うん、いっぱい飲むのは、でも私量では負けたくないかもしれない。何それ、負けたくないの。そこにそれ私飲める。そう、弱いというか、うん、そう、酔っ払っちゃうんだけど、酔っ払った後も永遠飲み続けられるみたいな。あ、持久力が結構ある系ね、うん、まあ記憶は一切ないんですけど、うん、2人は強いよね絶対に。やから、でもその中で、うん、私が本当に強いザルだなって思うのは、うん、純子、高田純子。あ、そうなんだ。あ、高田ちゃん、でも高田ちゃん結構酔っ払ってるイメージあるけど、私。あ、本当、うん、私が先酔っ払っちゃってるだけか。だから、でも
強いよね。そうなんだ。ナナちゃん確かに強いと思う。毎日飲んでるし、強いイメージはあるけど、うん、堀ちゃんが量はいっぱい飲むイメージ、うん、あーそう、やっぱりそう。でもそれこそふわっと思ったのは水瀬さん。あ、水瀬さん、うん、そうだ、強い強いわ強いわパチンコ班じゃない。そうだね、どちらかとね、そうそうそう、だから確かにあんまりなんか紹興酒とか飲む人いないなと思ってたけど、水瀬さんとか紹興酒大好き、飲んでる飲んでる、似合う、ね、ワインもめっちゃ飲んでる、ワインワインめっちゃ飲む、うん、確かに、うん、もうなんか強すぎてカウントしてなかったわもう殿堂入りみたいなあと少年さんがお酒飲まないんだったらそういう場にやっぱあんま行かない。そう、なんかみんなが結構近しい人たちは全然飲まないから。何するんですか逆に。ね、ほんとそうだよね。なんかうちらだったら仕事終わりとか、うんうん、そのね、派生してもそのまま飲んじゃうみたいな。飲んだりとかね、なんか居酒屋には行くんだよ。居酒屋には行って飲んでいいよ私はって言われるんだけど、うん、やっぱそんなに飲まなくなるよね。一杯二杯飲むけど周りがみんな飲んでなかったら一人でガブガブ行かないし。行っちゃう行っちゃう行っちゃう居酒屋ないどのぐらいで酔っ払うの。でも酔おうと思ったら全然速攻でもう。でも酔おうと思ったら速攻で酔っ払えるの、ね、いや私は無理だよ。なんかさあんじゃんスイッチ的なのが。いや私は本当に酔おうと思ったら、うん、これを飲もうみたいな。なんかそのレモンサワーばっか飲んでてもペース的にはほらガバガバいっても、まあまあまあ、多分こうはならないから、うん、だったらちょっとまあ例えばテキーラとか、うんまあ、ちょっと自分の苦手なものをの、うん、飲みながらこうなるみたいな。苦手なんだ。テキーラ苦手意外だね。テキーラ、ね、苦手じゃないけど、うん、あちゃんと酔える、うん、罰ゲームだね。あそうか、うん、ねちょっと普通の人苦手よそっかとか感じだけどいや強いんだよ二人はもう本当に根本的に。あとやっぱ、うん、みのりも私もその北の方の人間。あ、それはあるかもね。あるかも言われる、うん、あ出身が青森だもん。私茨城だからすごい中途半端中途半端あ関東は関東、関東、うん、いやでもちょっと粗相も聞きたいな。二人なんかもう言い合ってるじゃんでも私は逆に言うとたまちゃんのそんな粗相って実際には見たことないの。なんでかわかる。みのりんが先に呼ばれた。違う違う、あんまり深酒そんな行かないじゃん。まあね、この前っていうか、うん、お祝いでさ、お店行ったの覚えてる。あ、はい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 、あるあるとかは、まあ、深酒は深酒じゃん。うん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 。その時でも、でもあの時だいぶ私帰る時までずっとしっかりしてて。本当に、うん、あの日じゃあ香里さんがダメだったの。香里ちゃんは結構酔っ払ってた、うん、タクシーにぶっこんだもん私は結局最後まで残ってて、うん、でもタクシーマジで捕まんなくて、ね、で外で、うん、1時間ぐらいずっとタクシー探してたんだね。だからすっごい記憶ある逆に。すごいね、うん、私みのり大丈夫だったかなと思って、うん、私も香里さんタクシーに乗せた時にもう言えないから香里さんの住所がマジかそんな一緒に乗って一緒に帰って。まあでも私は結構誰かが酔っ払っちゃうと酔えなくなっちゃう。 あるよね。いや酔ったもん勝ちだもんね。そうだから塩姉さんが酔っ払った時は私酔えなくなっちゃって塩姉さんが酔っ払っちゃうその日。てかそれってさどれ、秋葉原の忘年会。もう2、3年前。3、4年前じゃない。コロナ前だから一番最初のあれかな。そう最初のあれ、うん、私何してた。みのりんはね、ちょっと遠かったかも。一番最初からいたんだけど、あ、でも最初からいないと思う、多分。最初じゃなかった。途中から行った気がする。一番端っこの方にいて、うん、あ、そうかも、うん、でもその時全然、でもなんか死んでる人がいたから多分死んでたのかもしれないもう本当に私多分あれが人生で一番ひどくて、かわいいもんだよじゃあ本当、うん、なのにその人生で多分それぐらいしかないのにそれをあんな場でやってしまったから、うん、それから飲みに行くことがない方が多い感じじゃん、うんうん、忘年会だと。私相当やばいやつ。私はそういう認識ででもだから次の年もあったじゃん。次の年恵比寿であって、うん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 、次の年になんかみんなにすごい、うんうん、去年やばかったから
楽しみにしてきたのにつまんないって言われて、いやそれもそれで辛い。どんな感じに酔ってたの？暴れてたんだよね。なんか言葉遣いがちょっと悪くなって、うん、で別にその女の子には何もしてこないんだけど、うん、なんかとある男性演者さんにはおふざけんなよみたいな。でも怖いみたいな。大丈夫、私その男性演者さんのことを私も酔っ払ってすげえこうやって殴ってたことじゃあ大丈夫。だからみんな何なの、殴あの人のことサンバクだと思ってた。大丈夫、あれは欲しがってる、大丈夫、うん、でもめちゃめちゃ楽しそうにしてて、うん、そう、それはめちゃめちゃ覚えてて、で塩姉さんがその二次会に行くぞ、うん、みたいな感じで、でもう心配だったし、私も、まあ、そんなに酔っ払ってなかったけど、そうついてって大丈夫かなと思って、もう本当にありがたいよ。でもね全然大丈夫、なんかむしろ酔っ払ってたからか、その二次会場所でも、うん、なんかまあ可愛がられてるって言い方おかしいけど、なんか面白がられてて、いやでも私はね割と全部覚えてる派だから、そうあの二次会行って、うんうん、私はもう帰ったき多分ね、すぐ帰りましたよね、割とすぐ帰ったから、うん、私は塩姉さんと飲んだのがその日が最初で最後、そうそれだから、うん、その印象だから申し訳ないと思って、本当にもう普段は普通なのよ、普通普通、いやもうひどかったよ、私は男性演者の方の前で焦げろ入ってましたからね。焦げろ焦げろあったよって、ポクって飲み込んだらお前焦げろ入っただろ今って言われて、バレたと。いやバレるでしょう、で匂いとかもありますからね。焦げろ入っただろうめって言われて、そんなひどいな、ひどかったな。なんかやっぱ私そのこの3人の中でも来店になったの遅いし、後輩が、あ後輩っていうか年下が先輩みたいなライターさんも多いから、パチンコ師匠ガイドってめちゃめちゃみんな優しくて、すごい優しい人が多くて、最初やった時にほんとデータの取り方から教えてもらったんですけど、なんか本当に年齢とかも下で全然何も知らない子だったらワンチャン惚れちゃうぐらいな距離感の近さ、でもコーキーとかめちゃめちゃ優しかった、優しいよね、みのりんなんてだって入った時ね、みんな大先輩だしね、そうだよね、怖かった、男子校にそっか、スローバーがそうだよね、そうだからなんかそういう恋に落ちるとかそういう問題じゃなくて、どうしたらまず先輩たちに受け入れてもらえるだろうかみたいな、そこからだったから、なんかそれどころじゃなかったね、でもみんな優しいよ、ね、優しい、結果的にどう接したらいいのかが分からなかっただけで、向こうが、女の子がいきなり来てこっちなんだみたいな感じで混乱してただけで、雑にも扱いづらいしみたいな、そんななんか一番その最初に気にかけてくれたじゃないけど、なんかそのきっかけを作ってくれた人はいない、なんだろう、誰、でもその例えば木村さんとか、それこそ、ういちさんとか、あと塾長さんとか、すごい人しか出てこない、その辺のそのね、あの重鎮の方たちはもうやっぱり最初にちょっと休館入ったばっかりの時に休館しなきゃいけない時期もあって、その時にめちゃめちゃなんか心配はしてくれてたみたいなんだけど、直接じゃなくて、あの編集部にあの子は大丈夫なのかみたいな、入ったばっかりだったみたいな、そうなんか仕事をもしあれだったら紹介するし、みたいなことを編集部に言ったりしてくれてたみたい、そうそうそう、優しい、優しい、そんなことされてキュンキュンしなかった、そうだねしてないね、仕事じゃん確かにみんな優しいからそれぐらいでキュンキュンしてたらもう、そうだね、持たないね、持たない、持たない、破裂しちゃうおじさんとかが過去編代とかくれるからマジで買えない、クズ中毒でしょ自分で当てないの狙い目は夕方とかで家にいるより期待値高かったのよ、いやすごいな
しな。そこしかもないんですか。ないないない、なんなら借金してる。今、家買ったとかじゃない。全然全然全然、そんなローンとかじゃなくて普通にお金足りなくて、私借金に抵抗ない系だから。いや、突っ込むとこじゃないんですよ。なんかいろいろね、違う他のネタ聞きたくて、ちょっとお友達にいろいろ聞こうとしてたら全然違うの、絶対違うの入ってくる。問題に入らない、そこに興味がありすぎる、ね、どういうこと、どういうこと。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓男性の土とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。